スノーピークウェイ2023プレミアムイン京都のコンテンツ内容が豪華すぎた。京都の美しい自然を背景にアウトドア愛好者が集まる特別なイベント、スノーピークウェイ2023プレミアムイン京都が開催されます。今回はイベントの概要や参加条件等についてご紹介します。キャンプギアが好きではスノーピークギアを中心に機能美あふれるキャンプギアをご紹介しています。実際に購入したレビューや最新ギア情報をアップしていますので、よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。1年に複数回開催されるスノーピークウェイですが、9月は京都で開催されます。今回のイベント内容は、1日目、受付キャンプフィールド入場、開会式 WS コンテンツ開始、各自ご夕食、焚き火トーク。2日目、各ワークショップ、各自ご昼食、各自ご夕食、焚き火トーク。3日目、ラジオ体操モーニングスープ振る舞い、紙飛行機大会、閉会式記念撮影となっています。またイベント開催中に行われるコンテンツが豪華なのもスノーピークウェイの特徴です。お楽しみが目白押し。コンテンツとワークショップ。イベントでは様々なコンテンツワークショップが提供されます。以下にいくつかをご紹介します。シングルモルトウイスキーシラスセミナー。世界でも稀な森の蒸留所で育まれるサントリーシングルモルトウイスキーシラスのセミナーが開催されます。森の蒸留所の紹介や森香るハイボールの美味しい作り方を学ぶことができます。ジャパニーズクラフトジン6セミナー。日本の四季が生んだ6種の和素材を使用し、日本人の繊細な職人技で完璧なバランスを追求したジャパニーズクラフトジン6のセミナーも開催されます。気軽に楽しめるアレンジ講習会も実施されます。サントリー天然水水のワークショップ。水を育む自然の仕組みを実験やスライドで分かりやすく伝える水のワークショップも開催されます。自然豊かなキャンプフィールドで特別出張を開講されます。オールフリーブース。さらに進化したオールフリーの試飲を楽しむことができるブースも設けられています。リフレッシュできる飲み応えとすっきりとした後味を体験できます。スターバックスコーヒーセミナー。スターバックス登録商標マークのスタッフによるコーヒーの美味しさとこだわり入れ方などを学べるセミナーも開催されます。家庭でもキャンプでもスターバックス登録商標マークのコーヒーでくつろげる時間を楽しむことができます。清酒久保田講習会。新潟の米と水で作る日本酒久保田の講習会も開催されます。日本酒の作り方や用語などの基礎知識や引き酒やアレンジなどの日本酒の楽しみ方を学べます。スノーピークと共同開発した久保田雪法も試すことができます。キャンディレー作り。キャンディーを使ってキャンディレーを作るワークショップも開催されます。レイとは本来バナで作った首飾りですが、今回は美味しいキャンディーとキャンディーの包み紙などを使って食べられる首飾りを作ります。キャンプフィールドでの自転車試乗体験会。会場隣接の特設コースを自転車で走行する試乗体験会も開催されます。キャンプフィールドの自然を満喫できる爽快なツーリングを楽しむことができます。他にもスノーピークのアパレルアイテムのアウトレット販売が行われたりと、参加すると嬉しい特典がたくさんあります。気になる参加条件ですが、スノーピーク会員のうちブラック会員ランク以上の会員が対象となっています。開催日は2023年9月16日土曜日、17日日曜日、18日月祝ですが、募集は2023年8月4日金曜日12時、2023年8月11日金曜日14時で行われ、当選発表は
2023年8月18日金曜日となっています。募集は180組と割と多いので、気になる方はぜひ抽選に参加してみてください。なお料金は大人1名16歳以上小括弧割コロン7700円、税込み。子供1名7から15歳小括弧割コロン1650円、税込みとなっています。またこれとは別にサイト使用料が発生します。参加する上での注意事項。本イベントは雨天決行です。ただし好天の場合は中止となる場合があります。また本イベントはイベント参加費のほかにキャンプ場使用料を当日会場のキャンプ場へ支払う必要があります。スノーピークウェイ2023プレミアムイン京都は、自然とともに楽しい時間を過ごしたい方にとって忘れられない体験となるでしょう。ブラック会員以上の方はぜひ抽選に参加してみてください。キャンプギアが好きでは、スノーピークギアを中心に機能美あふれるキャンプギアをご紹介しています。実際に購入したレビューや最新ギア情報をアップしていますので、よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。